知ることでゲームは楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。主にゲームの解説動画を作らせていただいております。よろしくお願いいたします。さて今回はウルトラサイトパワーアーマーの解説です。ボリュームとしては少し少ないですが、今回も精一杯作らせていただきました。というわけで今回の解説でわかることは、ウルトラサイトパワーアーマーの概要、開発秘話、ゲーム内での扱いです。ウルトラサイト PA は BOS が開発したパワーアーマーだと言われていますが、その名の通り謎の鉱物ウルトラサイトが使われており、非常に先進的な PA でもありました。開発に携わった科学者やそのデザインからわかる情報など全てをまとめてみました。それでは早速始めていきましょう。ウルトラサイトパワーアーマー徹底解説。ウルトラサイトパワーアーマーは2086年から2095年の間にロストヒルズ本部の BOS がスコーチビーストと戦うアパラチア支部の BOS への技術支援の一つとして開発していた PA です。謎の鉱物ウルトラサイトを初めて装甲に使った PA で、高い防御性能と放射能耐性を有していました。とても強力な PA だとされていましたが、冷却システムに致命的な欠陥を持つことが知られています。なおこの機体は完成しておらず、設計図だけが残されていました。前述の通りロストヒルズ本部が開発し、アパラチア支部で組み上げるという計画でしたが、アパラチア支部では根本的な資源の不足や当時の厳しい戦況から思うように製造ができず、ロストヒルズの BOS ではウルトラサイト自体がアパラチアでしか取れないため、開発できても作ることはできず、ついに完成まで至らず、いろいろ残念な PA ですね。装甲に使われたウルトラサイトは非常に堅牢で高い放射能耐性を持ちましたが、冷却装置の冷却剤が漏れてしまうという致命的な欠陥があり、とにかく冷却性能が悪かったと言われています。それこそ燃料に使われるような鉱物なので、もしかするとウルトラサイト自体が熱を持っていたのかもしれません。もちろんただの設計ミスの可能性もありますし、後の改良で改善されました。デザインはどちらかというと T51 に近く、装甲の丸みやバイザーの形状などが酷似していますね。全体的にごちゃついていますが、顔はかなりスマートになっており、よりヒロイックに見えますね。作品内でも屈指の性能を誇るものの、整備コストがかさむという点を考えると、おそらく T51 系の設計思想で作られたと思われます。冷却関連の問題が多数あるからか、排熱口と思わしき穴がいくつも作られていますね。スコーチビーストの体内から見つかるようなウルトラサイトを装甲に使っていますので、とにかく発熱するのかもしれません。そして最も重要な特徴ですが、この PA の設計は日系人が担当しています。初期の設計を担当したのはヘイリー・タカノ。 BOS のスクライブで性別は女性です。ヘイリー・タカノは BOS のロストヒルズ本部に所属する科学者であり、場所と年代、流れで考えてもマリポーサ軍事基地の科学者だった可能性が高いです。ウルトラサイト PA のデザイン的に T51 の開発に関わっていた可能性もあります。また戦前の論文がテスラサイエンスに掲載されていることでも有名です。2090年代はスクライブという役職も生まれたばかりの時期であり、ナイトの権限がまだ強い時期でした。そんな BOS でスクライブの地位をより高めたのは彼女の功績だとも言われています。とにかく多くの分野に精通する天才科学者といった感じですね。またフォールアウト76の年代、2102年の時点ではおそらく存命です。 BOS アパラチア支部に対しスコーチビーストと戦うための技術支援を行っていた中心人物であり、スコーチビーストをおびき寄せる音波発生器の設計を担当したり、さまざまな支援を行っていました。その支援の一つがこのウルトラサイト PA の設計開発だったわけですね。ちなみにヘイリー・タカノはスクライブ・バルデスの師匠です。彼女がウルトラサイトに関する研究に詳しいのはこれが理由ですね。もともとはヘイリーもアパラチア支部への遠征隊として参加するつもりでしたが、身体的な理由で断念、その思いをバルデスに託したようです。
そしてもう一人、設計に関わった人物がスクライブ・グラントです。本名はグラント・マクナマラ。もともとはただのメカニックでしたが、戦後に BOS に参加し多くの功績を挙げたことでアパラチア支部の副司令官にまで上り詰めた人物です。ヘイリー・タカノからの評価も高く、作戦の立案も行っていた優秀なスクライブですね。グラントはヘイリーから送られてきた設計図を改良し、冷却関連の問題も解決したところまで設計が完了しましたが、前述の資源不足により実際に作ることはできなかったようです。なおこの時点、つまりフォールアウト76の時点で手に入る設計図はこの改良版となり、冷却剤は漏れません。フォールアウト76の初期の頃で言えば、このウルトラサイトとエクスカベーターくらいしか新たな PA はありませんでしたが、情報が豊富で歴史もあるエクスカベーターに比べ、ほとんど情報もなく急に手渡される謎の PA でした。ヘイリー・タカノの設計などの情報は全て後のアップデートで追加されたもので、当時のプレイヤーは何が何やらわからないままでした。フォールアウト76での扱いで言えば、全ての面で他の PA を凌駕する高性能なモデルでしたが、とにかく修理にかかる素材が重く、モジュールの確保も難しいことでほとんど使われることはありませんでした。またより上位のモデルである T65 が登場してからはより影が薄くなりました。それでも使っている人は見かけますね。ゲーム内の性能はこんな感じです。というわけで、ウルトラサイトパワーアーマーの解説は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。